皆さんこんにちは、空前絶後の超絶怒涛のエンターテインメント相撲作品を皆さんサンクチュアリご覧になっていただけましたでしょうか。ご覧になっていただけた皆さんはきっと魂が震えてらっしゃると思うので、今日は、サンクチュアリの舞台裏皆さんにお見せしたいと思います。では行きましょう。まあ、この辺にはたくさん木があったりで、あそこが炎症病の玄関ですね。で、ここから玄関見えるんですけど、これ作品見ていただいた皆さんには分かるかもしれないけど、都内某所にはこれと全く同じ民家があるんですよ。玄関と一緒。俺これびっくりしたんですけど、本当に同じ場所があると思って。じゃあし、じゃあまずここ玄関入ると、ここに親方の現役時代の写真があります。強そう、でかい大関のね親方あります。はい、じゃあこっち行きましょう。そうするとここに9月場所の写真がありますけど、この背中の写真誰かと思われると、それは見てる皆さんで考えてみてください。登場人物の誰かの背中ですから。よし、お、なんか聞こえてきましたね。なんか、ほら、ここはメインの炎症部屋の稽古場の部屋になるんですね。お話聞いてもいいですか。あ、円谷役の澤田さんと、円空役の石川さん。この円谷さんは元九重部屋の本当の元力士さんで、千代の国さんのお兄さん。あ、石川周平さんは元役者で、円谷さん元役者って言っちゃった。いやいや、もう力士になってもう裸でアクションなんか撮るもんじゃないですここの回しの間にこれ砂が入るんですよ。この背中とかにもう これがここが入ってくるんですよ。これが痛い。そして澤田さんのこの、あ、この円谷さんにぶつかられた時に、俺このままバンってなった時があったんですけど、ここの壁外れたんですよいや俺もう、あ、死んだと思ったんですよたぶん世界初じゃないですか、こんなアクション映画。つかアクションじゃないですよ、ドキュメンタリー映画なんですよ、ほんと。おととしの12月ぐらいから一緒やったっすけど、もうだって体重の増減から、もう最初何やってるか分かんないって何やってたっす。帰り道とかに、俺ら役者ですね。いやいやいや、そうなんだ、ほんと涙出るぐらい稽古きつかったんすよね。俺も病院の職業欄に役者じゃなくて力士って書いてたんですよ病院のおじいちゃんとかにこう、え、お相撲さんとか言われたら、ああ一応あの学生で相撲やってます力士っていうのはおこがましいからもうしこって結構楽そうに見られがちなんですけど、めちゃくちゃ辛い。それを1日300とかね。いや、まあ、300踏ませてたのは円谷さんですけどなそういえば時津さん、この部屋のこと本にするんでしょ。おお、ちゃんとかっこよく書いてよ。そうそう、昔のやり方にこだわるがゆえに貧乏で潰れそうな相撲部屋って映画になりそうじゃん。うるせえな、なるかよ。あれはピエールさんじゃないですか。そう、あれもピエールさんだし、このパッケージングピエールさん書いてる。え、そうなんすか。そうです。あ、俺聞いてない。直筆です。手張り。はい。ああ、そうなんすか。あの USA ダンスは手張りをやってくださいっつって、手張りのまず守り、まずはそのダンスの型を必ず守る、守って自分なりにその型を破って、そしてその型から離れていくっていうことを言われたっすな。チャッシュチャッシュはあのごっさんですが、だんだん変形してったもんなんですよ相撲用語いっぱい覚えたっすね。あ、ごっちゃんですはね、結構口癖になる。いや、ごっちゃん、そうっすよね。病院一ノ瀬さん、チャッシュってそれは職業理。いや、もうそうっすよね。まっじゃあ次の部屋、行きますね。ここがちゃんこ部屋で、これが
炎症部屋のハンあーハーちゃんグループ石原と高橋ですね。あれがハーちゃん高橋役のめっちゃさんは元伊勢川浜部屋の力士。はい、よろしくお願いします、うん、そしてこっちの、石原役の菊池くんが、この作品が終わったら本当に相撲部屋に入ろうかを考えている菊池高橋。考えてないですよ、みんなが言ってるだけですって。お前ここはあの一応飯食うとこですね。ちゃんこを食べる部屋です。最後ちゃんこ持ってて、これ本物の相撲部屋もやっぱ体大きくするからめちゃくちゃしんどいですけど、この撮影もなかなか厳しかったっすよ。いやいや、めっちゃ食わされたっすよね。でもこのなんかもうね、言うたら監督からこういう風に食えって言われて食うじゃないですか。これ良かったなと思う時に大体縁画っていうやつがおるんですけど、そいつが大体失敗しおるんですよ。あいつもそう、本当にお前のせいで何回食わらない。これ実際使ってたやつかな。あ、多分これ実際のやつじゃないかもしれんすけど、これぐらいの大きさでしたよね。まあそうっすね、これにこんな積んでたっすよね。まあ映像見てもらったら分かる、もうこんな、いやまあ食うのも稽古っすからな、本当に。え、現役の最高体重が69キロ。ね、3年追って69キロから73キロなんですよ。で、3口割りの時はこの半年で92キロから113キロまで来ました。今一番現役時代で一番重たいです。今一番重たくて一番強いです。一番弱いっちゃった。誰が一番強い。いや、それはね、禁断の質問なんだ。これはね、これは話せない。お前分かんないよ。お前ちょろちょろしようだけやな。何やそのちょんだけ、お前。隣は台所っすよな。まあ、ちゃんこばっていうところですね。ちゃんこば。ちゃんこば。相撲って、あの料理のこと全部ちゃんこって言うんですよ。そう。力士が作る料理は全部ちゃんこなんですよね。カレー作ってもちゃんこやし。焼きそば作ってもちゃんこ。例えばパティシエがショートケーキを作るじゃないですか。で最後イチゴ乗せた終わりっていうところにイチゴを力士が乗せたそのちゃんこなんですよ。なるほど。あーちゃんこや。そのパティシエ悲しいっすな。じゃあ次の部屋、親方の部屋っすね。はい、これ若き日の円谷役の北の海部屋の元力士。はい、元北西会で。さっきの円屋さんも本当は三重県でやられてたちゃんこ屋からな。いや今もやってますよ。全部関係ない。俺もね、元役者じゃないですよ。全部関係にしてる。なんで？あれなんていうちゃんこ屋でしたっけ？マクニっていうちゃんこ屋。マクニ。よろしくお願いします。マクニ。全部関係ないから。道の先全部やめさせる。この部屋はまあ。親方の資質ってことになるんですかね。そうですね。なんやこれ、お前これ月100万言うたやないか、騙したんかこら。それは関取の話だわ。ちゃんと説明しましたよね。このペテン師が、お前何を言ったんだよ。何を言ったんだよ。落ち着いて。お前待っててくれ。100万言うてやろ、こら。うらっ、誰が好きだな。さっさと上に上がらないと。ガムバレ、こんなの。じゃあここの廊下の突き当たり、これトイレですね。まあ、相撲部屋って、あの足腰鍛えるために和式トイレを使うっていう、だからあの洋式便所使えないんです、便座割れて、割れてるっていう。熱いんだよ。だから和式便所は、あの、演歌役の吉江さんですね。吉江です。お願いします。まあ、炎症部屋最強力士。何度稽古から脱走してるか。いや多分一番稽古サボってる率も縁画さん。いやいや、そこはちょっと。はい、じゃあ寝室行きます。はい、ここが寝室ですね。まあ一人来て部屋があって、まあここが栄養の布団。めっちゃ自撮りしてる。めっちゃ自撮りしてる。何すか。
やー、じわい。え、ホームビデオっすか。いやいやいや、これメイキングっすよ。え、全世界。全世界、そう。ストレンジャーシングスのメイキングに並ぼうとしてるんです。聞いてないっすよ。聞いてないっすよ。すごい。なんだそのカンペ。ただの応援メッセージ。はい、遠隔やってくれてる、小林圭君ですね。よろしくお願いします。よし、小林です。炎症部屋最重量力士。いや、この辺ももうガチガチだもん。筋トレやりすぎてさ、すごい、ほら、こんな辺すごい凝ってる。わあ、いいね。すごい、うわ、この辺ガチガチだもん、これ。おい、やろ。もっとかっこよく撮れ。はい。俺の寝床はここで、座敷わらしはここにいて。で、演楽、さっきの演楽ですね。で、アイドルが大好き演歌、この部屋で一番偉い円空がここの角部屋かな。ここに高橋、そしてここに清水。この部屋で本当の力士さんだったら何年も過ごしたりするわけですよ、ね。いや、そう、あ、これはもう本当の力士。本当の力士いますか。沢田さんとめ、沢田さんめっちゃさん。いやいやいや、お金は、お金は払ってしまう。いや、本物。角っこで寝れる人なんてのはちょっとバランス取れない人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 。以上、サンクチュアリ炎症部屋ツアーでした。もうすでにサンクチュアリを見た人はこれを見てさらに倍楽しめるだろうし、まだ見てない人はぜひ見てみてください。ではマジどうぞ。